おはよう、さくちゃん。さくの朝ごはんを何にする？美味しかった？今日ちょっとパパ、この位置変えたの？あ、どっちにも行けるんだ。すごい雪が降ってるよ。積もってる。どれ雪だるま。来たね。あ、転がしてんの雪だるま。頑張れ頑張れ。あ、いっぱいある。流行る。腕がないんだよ。パンパンを帽子にするのさ。今日どっかママ行くって言ってた。これが久しぶりだな、ココス。でも私はどれにすればいいかしらね。トマトスープとオレンジジュース。ママのそれ何？白桃紅茶。待ちに待ったウインナーじゃんさ。じゃあお酒にいただきます。それでも超安いんでしょこれ。てかいつもとパクチーがいっぱい飲んでた。パクチースパゲッティのそのさ、これは締めのコーヒー。え、かおりちゃんチョコ。好きだよ。ロリで飲めちゃう。そうだよ。いや、これはでも最初に食べた時に感動しましたよ。レンジで10秒だっけ、30秒食べてほしい。温めて10秒。高級ポンデリングみたいな味がします。え、ポンデリングだよね。え、あれ違うんだっけ。原理はポン、あれでしょ、もちもちはしてないけど、うん、コーティングは同じ感じだよね。あれ形ポンデリングじゃなかったっけ。じゃあ俺食べたことないかもしれない。どの口が言ったんですか。悪くない？あるよ。え、普通の丸いドーナツ、うん、だっけ。え、でもさ、ビスケット買ったよね、帰り。そうっていうかさ、多分なっちゃんの本当の本物の旦那さんだ。チョコはこれは本当に美味しい。でももう何だろう、今食べた方がいいんじゃない。お腹空いてる時に一発入れた方が。誰が食べたいですか、なぎちゃん。うん、じゃあなっちゃんが食べたいから2つ買ってきてって言った。じゃあなっちゃんそれ3つ持って帰りな。え、だからプレーンの方が絶対でも美味しいと思うんだけど。え、でもチョコ1個持ってっても。いいよ、そんな3つでテンション、そんなチョコでテンション上がってるから抱えていきな。なんかの病気かもしれない、ほんとに。置いてくやつ。だってこの間なんかインターパークでクレープ屋さん見つけたらなんかずっとニコニコして横向きやばい。ちょっとあっちに。カラダムで。いつものミュウツーみたいになってるやつ。よく考えると。直すから。ミュウツーのなんか管みたいなの。今の食事触ってるから髪の毛いじれない。ちゃんとしたら可愛いのに。ちゃんとしてたよね、昼間。いや、ちゃんとしてなくても可愛いよ。ミュウツーみたいな。ミュウツー可愛いって思ったことないんだけど。思ったくないだろ。ないだろ。ってことはママ、パパはいらないから。何人分だろう。とりあえず難しいんだけど。1、2、3、4、5、6個じゃない？言ったね。うん。責任重大だから。大丈夫、6個だと思うよ。言ったね。うん。ケイちゃんが食べるわ。もうすぐ、花ちゃん12時まで起きてられる？何時間？あと、え、なんかハグさっきあと1時間だとか言ってなかった？まだ9時ちょいだからあと3時間ぐらいあるわ。じゃんけんしよう。大丈
札はもうないじゃん。お札はゼロです。5000もあげねえだろうが。やだよ、5000円がいいよ。なんか1万円なちゃん今5万欲しい。なちゃんお年玉なくなったら何か。ベビーカステーラ。ベビーカステーラ。まだ食べてない。ベビーカステーラ。食べたよめっちゃ。ダンボいいじゃん。まだ帰んないの？帰ろうか。あれ、あなんだっけ、蜂蜜かなんかかけて食べてたよさ。ここに住むんだもんだって。あとこのお部屋ないな。ちっちゃい子だらけ。10個。食べて食べて。歩きながらポロポロうちヤギお母さん。諦めない。そうだよ、なんでそこで諦めちゃうの？だって大人だけど、まだこんなにあるんだから諦めない。いい湯だな。冬はやっぱりカピバラ温泉。美しい羽を広げるアジャスくん。ペンとペタルたてがみをお母さんのポケットから。のんびりゆっくり怠け者。取ったよ。くんくんぶん、おいしい匂いの豚の花。ケロケロケロってオーラスカエルの皆さん。氷の上でおしくらまんじゅう白くなるくらい。魚じゃないおっぱいの豚のパーティー。あとこれがいい。手は寝て魚のコウモリ。信じられないぐらい必死なんだけど。しっぽのアライグマ。ふさふさの へっちゃらさ猫の子。はいネズミ。本当は高くなお前で優しい狼。まっすぐによしドバッと走るイノシシ坊や。続いてコンコン。横取り。いや。さらにあげて。カカだったよ。いやでも、わーって手離させるバーグ。ずるじゃないよ。寝てばっかり。なおうつやつは昼間のから。違う違う違う。寝てばっかり。あ、違う、脱いだった。ダメだ、落ちちゃった。これ落ちないやつがナンバーワンだから。そういうことになるよね。まさきちゃん、出てきた。あと30秒だ。みんなでジャンプするから、虫も起きるんだよ。あれ30もいけない。気をつけろ、あと20だ。あ、見て、あれはゼロだったじゃん。やったじゃん、花ちゃん。2020何年になったか知ってる？お、知ってんじゃん。うわ、最速落とし玉じゃん。早すぎ。ほんと。はい、花ちゃん。おめでとうって言って。明けまして、明けましておめでとうございます。ってこと、さくママとさくババにありがとうして。ありがとう。どういたしまして。あらーさくちゃんのお家にあるから。さくちゃんあげるから。ハナルはちょっとナギも夜混ぜたからちょっと待ってて。ちょっと今日かなって。びっくりしちゃった。最速お年玉あげようと思って。わー、お金入ってた。やばっ。続けるのいっぱいできるよ、おことちゃん。ちょっとの公園に乗ってると沈むように溶けていくような感じがするの。
どの総理人気が。